で、結論言います。で、結論はですね、2つあります。1つはコスト削減、そうですよね、コスト削減で、もう1つがこちらです。これ次回でやります、直接売る、もうとにかく、デフレ社会を生き抜く方法はこの2つしかないんです。分かりやすく言うと、安く作るか高く売るかです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日も始めていきましょう。さあ今日はですね、デフレ社会を生き抜くための農業ビジネス講座っていうのをやっていきたいと思います。はい、まあ、実はまあ前回ですね、新型コロナウイルスによっていろいろこれからまあ社会がだいぶ変わっていきますよみたいな話をまあ2回にわたってやらせていただきました。まあ、結論言うと、まあ、農業業界っていうのはですね、とにかく食っていうことに関わってきますので、まあ、どれだけまあ社会世の中がまあ変化しても、まあ、基本的に食べ物を生産しているのでベースとしては影響を受けないんですけれども、まあ、気象変動であったりもしくは経済っていうものによってどん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 、まあ、農産物の価格もしくは売りにくくなったりですね、まあ、高値が望めないとか、まあ、多少影響が出てくるよと。まあ、ただし、ちょっと景気が悪くなってから、タイムラグが少しあるのでその間まあいろいろ対応していきましょうというような話をさせていただきました。まあ、要は、これから非常に、まあ、言いにくいんですけれども、今回の新型コロナウイルスによって、まあ、とてつもなくやはり、まあ、景気っていうのが変わってくる、まあ、露骨な言い方をすると、まあ、不景気になってくるというようなことを予測しています。まあ、これも賛否両論あると思います。いやもうそんなことないよって思われる方は、まあ、そう思われても結構ですけども、私はですねもう確実に今から、今まで経験したことがないような、デフレ社会になるであろうと予測をしています。ですから、まあ、早速でありますけれども、じゃあ、我々農業者は、タイムラグがありますから影響を受けるまでにその間何をすればいいのかっていうのをですね、もうちょっと、気が早いんですけれども、まだデフレにもなってない、不景気にもなってないんですけれども、今からなるであろうって、なってからじゃ遅いんですよね。で、なる前に準備しておかなきゃいけないんで、もう今日早速やります。で、結論言います。で、結論はですね、2つあります。1つはコスト削減、そうですよね、コスト削減で、もう1つがこちらです。これ次回でやります。直接売る、もうとにかく、デフレ社会を生き抜く方法はこの2つしかないんです。分かりやすく言うと、安く作るか高く売るかです。まあ、それはそうですよね。これデフレじゃなくても本当はこのやり方しなきゃいけないんですけども、まあ得てして、まあ農業者、まあ、だけではないんですけれども、普通の暮らしをしているとですね、まあ、そういうことやれなきゃなと思いながらも、あんまり、まあ、今なんとか生活になってるからいいやってなるんです。ところが本当にやばい、生活が苦しくなってきたってなってくると、山下さんどうすればいいんですかっていうふうにどんどん皆さん真剣になってくるんです。ただ、ご存じの通り、今やばいってなって何か対策を打っても、農業というのは、まあ、そう今変えることは難しいですよね。やっぱり逆算ビジネスですので、やば、くなる前に手を打っておくっていうことをやらないと、特に農業みたいに1年間を通じたビジネスをこうやる、とにかく1年先のビジネス、2年先のビジネスをやるような、こういう農業ビジネスでは特に先を見越して、先手を打つ、とにかくこれが大事なんです。はい、ということで、今日はですね、このコスト削減、この安く作る方法についてお話をします。で、次回のこの直接売る方法はまた別途動画を作りたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。今日ちょっと多いですよ。1から10まであります。安く作る方法で、これもまあ先に結論言いますと、要は、安く作るって言って、なんかすごく、コストを下げるっていう、まあ、イメージあると思うんですけども、考え方としてはですね、この無駄を省くってことなんです。無駄で、いや別に無駄遣いとかしてないよって思われるかもしれないんですけども、違うんです。その無駄に気づく、この無駄に気づかないと、コストは削減することができません。まあ、例えばですけれども、1番目いきます。人件費、基本的に農業っていうのは、少ない人間で大量に取り扱う、まあ、当然ですよね。家族経営で単収を上げる、これが一番、収益が上がる構図なんです。ですからこの承認大量っていうのはやらなきゃいけない。で、承認大量するんですけれども、中には例えば従業員さん手伝いに来る人、いろんな人に仕事頼んだり、もしくは家族内でもそうですけれども、本当に1日8時間の間作業してますかってことですよね。もちろん頭を使う作業というのもあるんですけども、基本的に農作業で考えると。
で、まあ言い方悪いですけどボーっとしてたりなんか手持ち無沙汰な感じの時ってあるじゃないですか。それって非常に非効率的なんです。ですから例えば私がまあ仕事をまあ例えば従業員にさせてた時は、あもうすぐこの仕事が終わりそうだなと思ったら次の仕事でどんどん間髪入れずに手を休ませないように仕事をしていくんです。まあ結構こき使ってるって思われてたんですけども、そのくらい、効率的に人の手労力を使っていかないと利益は出てこないということで、結局この段取りよく、その人のが、最高のパフォーマンスが出るようにこちらの方が指導してあげる。でなければ、なかなか、人件費っていうのはこう、下がりません。これも家族内でもそうです。でもう一つ非効率的な人、この非効率的な人っていうのはですね、まあ、例えば、稲刈りをする、自分がコンバインに乗って稲刈りをするんだけれども、あぜのところに、トラックを1台置いといて、稲刈った稲をこうやって、バインダーからこうトラックにこう、移すわけですよね。そしたらそこに待っていた人がトラックに乗って、ライスセンターまでカントリーまでこう持っていく。その間自分も、稲刈りができるっていう、まあ、こういう図式なんです。でもこれって効率的なんですけれども、実はそのトラックの運転手さんっていうのはこの、稲刈りをしている私がコンバインに乗ってる間ずーっとこうやって、まあ、立ってる、もしくはタバコ吸ってるっていうようなことがあるんですね。もうこれも農村風景でよくあるあるあるなんです。でもそういう人って実はものすごく非効率的な人なんです。じゃあ稲刈りをしたその人がそのままトラックに乗って行けばいいのかって、実はこれも効率の悪い、まあ、どうすればいいんですかっていうと、まあ、ここも難しい問題なんですけども、そういう無駄に気づくってことなんです。ですから本来は、その、稲刈りをしている間に待っているその人に何かしら違う生産性のある仕事を与えるなんていうふうな工夫をしていかないと、どれだけだっても人件費を抑えることができないです。できません。そして今回は無駄を省くってことなんですけれども、一番無駄なのはですね、実はここ話しかけてくる人なんです。仕事をしているとですね、例えばまあ農協の職員さん、もしくは普及員の人たち、もしくは近所の人たち、通りがかりの人たちがもう話しかけてくる。でも話しかけてくるとこう手が止まるわけです。なんだかなんか殺伐としたことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけれども、こちらが一生懸命仕事をしているのに手を止めてしまっては生産性が落ちるんです。ですからなんかつっけんとにしてそういう話しかけられた近所の人たちをこう、冷たくあしらえって言ってるのではないんです。ただその人たちは実は暇だから話しかけてくれる来てる場合があるんです。でもこっちは忙しいんです。この暇な人に時間を奪われるとですね、ものすごく生産性が落ちるんです。ですから、まあ、例えばですけども、私もこういう時間を大事にするというのは結構大事にしてたので、忙しいオーラを出して話しかけてくるなよ、じゃないとなかなか生産性って上がらない。まあ、今回非常にせこい話、シビアな話に聞こえるかもしれませんけど、あくまでデフレ社会を生き抜くための無駄を省くというところの観点で聞いてください。そしてこの電話、これ電話っていうのはですね、基本的に農村社会はメールとか LINE とかそういうものを使うより結構電話でしてくる人が多いんです。ところが電話って必ず手が取られるんですよ、手が。ですから、まあ、もちろん最近はこの耳にね Bluetooth でこうつけてる人もいるんですけど、いずれにしろ電話っていうのはですね、意識も取られます。ですから、まあ電話に出るなっていうのもちょっと極端に聞こえるかもしれないんですけども、この電話に出たり話しかけられたりするってことがいかに非効率的かってことに気づかないと、デフレ社会は生き残ることはできません。そして2番目が施設、この環境制御なんですけれども、これまた極端なこと言いますよ。どんどん施設にお金をつぎ込むと当然お金は出ていきます。お金が出ていくと利益が残らないし、逆にコストが高くなるんです。で結論を言うとですね、施設には金かけてはいけないんです、特にこれからは。でもそんなことやったら家の方取れないじゃないですかって言われるかもしれない。それでいいんです。いいですか、今から高品質を捨てましょう。もうすごいこと言ってますよね。高品質を捨てましょうってどういうこと、ってなんでかというと、これからですね、野菜の値段って当然のことなく高く売れないんです。で高品質のものが高品質で売れるのは景気がいい時なんです。高品質のものも安くなるんです。ってことは7割商品を作って7割の商品で売っていくっていうふうにコスト意識をして持っていかないと、いいものを作れば売れるなんて、もう今でこそそんな信用を信じてる人たちを大変な目にやってるんだけど、これから先はもっとそういうふうになっていきます。これも賛否両論あると思いますけれども、このデフレ社会が今からやってきた中で、この高品質を捨てるっていう判断というのはものすごく大事になってきます。そして3つ目、
農機具の道具省力化で、まあどうしてもやっぱり農業というのは機械に頼らざるを得ない、まあ、トラクターの後ろのアタッチメントもいろんなものがあります。でそういう機械があるとどうしてもやっぱり欲しくなります。でも一つのアタッチメントで安くても30万高ければ100万ぐらいします。でところがその稼働率って考えてみてください。例えばあぜを塗る機械、あれ欲しいですよね。でもあぜを塗る機械、あれもいくらするかっていうのはちょっと僕数字分かりませんけれども、あれ年に1回しか使わない。まあでだからといってあれがないと、まあ、水がね、抜けたりとかするのでどうしてもあれが必要。とはいえこの稼働率を考えていくと、それを今導入すべきでしょうか。導入すればするほどコストっていうのはどんどん高くなっていく。そしてメンテナンス、そして機械ほったらかしにしてませんか。機械、稼働率が悪い、そして、年に何回かしか使わない。例えば30万の機械が30年間使うことができるならば年1万でものすごく安くなります。でもたった10年しか使わないならば年に3万円のコストになってきます。とにかくメンテナンスして大事に使うっていうことをやっていきましょう。で4つ目の生産しない、これ肥料農薬なんですけれども、基本的にはたくさん在庫を抱えていらっしゃるところがあります。でこの在庫はですね、もうはっきり言って無駄です。もう在庫っていうのは常に置かないように心がける、いわゆる断捨離です。断捨離、まあ、はっきり言います、お金が貯まってないところっていうのは物が多いです。いわゆるお金持ちの家っていうのは物がないです。これ農家にも当てはまります。農家でやたらと納屋倉庫の中に資材が山ほどあるところって意外と、いやいや間違いなく儲かってないです。で、利益をちゃんと出しているところの倉庫とか、ところにはもうほとんど在庫もないし非常にすっきりしています。ですから在庫は持たないようにしましょう。つまり無駄を省きましょう。そして5番目の省力化システム、センサー、これも最近流行るのやです、スマート農業だの、センシング技術だのって言ってやたらとセンサーをどこそこつけるのがありますけど、果たしてそんなにセンサー必要ですか。まあ、極端なこと手書きで十分です。そのセンサーを活かしきれればいいんですけれども、ちゃんと目的が何かっていうことを分かった上でそのセンシング技術を入れていかないと、今実はこいつが一番お金を持っていくんですよね。でもやれスマート農業で省力化なんて言ってこちらがされてますけれども、これから時代が変わります。デフレ社会にどんどん入っていくときにはこの、省力化システムっていうのは結構考えてから導入する。つまり本当にそれが、必要なのか、つまりこれと一緒ですね。ここは稼働率を考えなければいけない、ここは実際それが役に立つのかっていうのを考えなければいけません。そして6つ目が水道光熱費です。これは、水道光熱費っていうと、例えば、施設園芸やってる人は、加温器のボイラーの燃料とかを辛抱しようとかいう話、まあ、それも一つあるんですけども、まあ、それは、生産栽培上も不可欠です。私が言ってるのは例えばトラクターです。トラクターを乗るにしても無駄な動きはありませんか。興奮してこう行ってか、行って帰ってする中で非常にも最短距離で、2回同じところを耕さなくていいように最短距離でトラクターは行って耕運を返ってくる、まあ、そうすることによって燃料をこう、安くすることができる。そしてトラクターの使い方も効率よく、今何を、トラクターにやらせているのか、進行させているのは本当に進行させる必要があるのか、これトラクターについての技術はまた別途お話をしたいんですけれども、もう、何回も何回も深くゆっくり耕しているところがあります。最初は深く、次は中高、そして最後は浅くという、まあ、こう基本的なトラクターの使い方をしていかないと、毎回トラクターに負荷がかかるとそれだけ燃費が悪くなります。まあ、そういうふうな、まあ、光熱費のを下げる方法であったり、ここですね、移動配送、私がトラックで、まあ、例えば、まあ、ここに書いてますけど、ナスをこう出荷しています。でナスを出荷するときに30ケースを持って行って、例えば30分先の市場に持っていくのも、300ケース持っていくのでももう訳が違いますよね。同じ人間、同じトラック、同じ燃料で同じ距離を移動するわけですから、自分の人件費と燃料代とトラックの減価償却を考えていくならば、30ケース持っていくときと300ケース持っていくときでは全然1ケースあたりの配送量が変わってくるわけです。ですから少ないときに、そういうふうに物を持ち込むっていうのは非常に実は効率が悪いということも、ここで無駄に気づかなければいけません。そして出荷次第、ここなんです。出荷次第で、例えばある取引先さんから新しい企画でこういうもので出してくれませんかと、こういう、まあ、注文が来たとします。で、じゃあこの段ボールを、この段ボールを改めてこう発注しなきゃいけません。もしくは袋詰めでこう出荷するっていうこの袋を、買うことがあります。ただその取引先さんはまだ週に30ケースとか40ケースの程度です。月にすると、まあ、130だから週30、120、まあ、月に大体120ケースぐらいの取引になるわけです。でその時に、
まだ規格があまり確定してない、もしかしたら出荷している間で規格が変わるかもしれないにもかかわらず、1枚あたり、例えば段ボール、段ボールの1枚あたり、まあ、分かりやすく100円だったとしましょう。で、1枚あたり100円だった段ボールを、大体段ボール屋さんがこう言います。1000枚発注してくださると90円でいいですよとか言われるわけですよ。でも1000枚発注した時には 9万円かかります。9万円ですね。ところが、100枚しか発注しなければこれ1万円で済みます。で、どう考えたってこっちの方が1枚あたり10円安いんですけれども、ここが違うんです。必要なものを必要な分だけ買う、先ほどの在庫を持たない方がいい、まだいろいろ取引を始めたばっかりとか規模が小さい間はですね、必要な分だけを必要な分、発注していかないと出ていく現金が多いんですよ。出ていく現金、これ非常にちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、単価が低いからといって、例えば袋が1枚、4円だったとして10万枚取ってくれたならば、3円ですよって言われたところで、1万枚だったら4万円、10万枚で30万円出ていくわけですよね。30万と40万で、そうなっていくとやっぱ手元に現金があった方がとにかくいいわけです。だから、一見非効率的に思われるかもしれないんですけれども、まだ、規模が小さかったり取引がまだ最初の頃であるならば、必要な分だけを、多少高くても買う、これが、無駄に気づくということになります。そして次、倉庫。倉庫基本的にも広すぎたらアウトです。大きな倉庫を建てようと計画されているんであるならば、中古のビニールハウスを持ってきて、まあ、そういうのをね、建てて苗代わりに使うというふうな工夫が必要です。そして除草です。除草、まあ、この除草も賛否両論ありと思います。防草シートをきれいく貼るタイプの人もいれば、除草剤をきれいくかけるタイプの人もいれば、まあ、オーガニックでやってる人たちは手でこう取らなければいけなかったりとかするんですけれども、この除草がですね、とにかく、一番大事な仕事なんだけれども無駄な仕事です。なぜならば草を取ることによって、もちろん病害虫のリスクは下がりますが、この草を取るっていう作業が、お金がかかるんですよね。まあ、自分で取ったところでやっぱり人件費、従業員に取らせたところで人件費、とにかくこの草を取るっていう仕事をですね、いかに、させないか。まあ、結論言うと本当は防草シートが一番いいんです。最初お金がかかっているようですけれども、そんなのに手を煩わされたり時間を取られたり労力を取られたりすることがないんで、基本的にはいいですから。あともう一つは、実際農作物に影響がないのであれば草は逆に取らないっていうぐらい、これからデフレ社会を生き抜くための無駄に気づくっていう論点からいくと、こういうふうな考え方になります。そして最後がすごいですよ。この交際費、交際費を削りなさいってどういうことか、もうここはもう一言はっきり言います。いろいろ農業業界っていうのはいろんな会合があります。やれ農協の会合だ、町の、農政課がやってる会合だ、なんとかの若手のなんとか会合だ、今度は地元のなんとかの会合だ、なんとかの会合だとか、やたらと会合がある。私もまあ農家だから分かるんですけども、なんか、農作業よりその会合に出席する方が大変だ。ただこれはもう前から思ってたんですよ。本当にその会合って重要なんですか。もうなんか帳面消しで顔とか出して、とりあえず来てましたっていう風な顔出して、とにかく田舎っていうのは、そういう会合に参加しないで非常に風当たりが強い。でその風当たりが強いっていうだけでみんなが必然的に集まる、まあ、それによってまあ農村社会っていうのは成り立ってるんですけども、あくまでデフレ社会を生き抜くため この無駄に気づくっていう論点で話すと、この交際費、本当にその会合は重要ですかって、ここが結構今日一番言いたいところになります。あ、ちょっと時間がちょっと長くなりましたけども最後、なぜこんな話をしているかというとですね、ここです。例えば1ケース40本入り4キロの1600円のガスがあると一応仮定します。そして単純計算で1600円で40本なんで、1本あたり40円です。いいですか。1本あたり40円、これ例ですよ。これ例です。さあここで考えていきましょう。この1600円の1ケース1600円のナス、の粗利が 30% だったとします。まあ、大体農産物の粗利というのは大体 30% というふうに言われています。まあ、30% から 35% ですね。で、まあ、分かりやすく 30% にしたところ、1600円を取引されるこの1ケースの商品の粗利が 30% ということは、大体480円が粗利なんです。よろしいですか。ということは原価が1120円、つまりこの1ケース生産出荷することによって480円が利益なわけですね。利益なわけです。よろしいですか。ここで
そうなってきたときに、今回の話、デフレ社会を生き抜くための農業ビジネスコスト、コストを下げましょう。どういうことかというと、いいですか、無駄に気づいてくださいね、無駄に。ですか、480円の利益ということは、いいですか、12本分、1本40円計算して、12本分、40本出荷したときに、いいですか、40本出荷したときに、12本分だけがやっと利益なんですよ。12本。ってことは、このいわゆる480円を稼ぐために、この480円を稼ぐためには、40本ナスをならせなきゃいけないんです。例えば1株4本仕立てとするならば、1本あたり、40本だから、10本ずつ作らせなきゃいけないですよね。わかりますか？1本あたり1枝あたり10本ずつ作らせなきゃいけないんです。もう当然皆さん農産物作ってらっしゃるところから分かると思うんですけども、1本の木から、まあ、昔はちょっと今も違うんですけど、1本の木から大体36本から、まあ、50本、まあ、機械にもよるんですけど、まあ、実がなると言われているやつから1ケースあたり40本生産しなければ12本分の利益しか出ないような農業生産の中で、簡単に例えばですけど、ペットボトルのお茶を3本買ったらもう160円かけるの3本なんで480円ですよ。タバコ1箱買ったら480円ですよ。生ビール居酒屋でいっぱい飲んだらまあ480円ですよ。弁当1つ買ったら480円ですよ。その480円っていう価値を考えてみると、今からこの480円を生み出すためにはナスを40本ならせなきゃいけないんですよ。40本鳴らせるって結構大変ですよね。ですから480円が飛んでいくってことは、ナス40本分が飛んでいくってことなんですよ。なんかわかります、まあ、そのくらい、お金にシビアに、なっていかないと、これからのデフレ社会っていうのはなかなか生きていけない。でそのためにはとにかく今ちょっとざっと見たところなんですけれども、この無駄に気づくってことなんですよ。無駄に気づかないといわゆる経費を削減することは基本的にできないんです。で私がいろいろお付き合いしている、まあ、成功している農業者の方々っていうのは、とにかくこの無駄に気づく目を持ってるんです。はい、無駄に気づく目を持ってて、さりげなくもありとあらゆる場面で無駄なものを排除していっている。だから利益を残しているんです。で一方なかなか利益を出せてないところっていうのは、もう無駄に全く気づかずにもうダダ漏れしてるんですよね、お金が。まあ、先ほどのこちらと一緒です。480円の価値っていうのが分かってない、だからまあ極端なこと言うとすごいせこい話をします。自動販売機で簡単に、缶コーヒーを買ってしまう。缶コーヒー1個買ったら例えば120円とするじゃないですか、まあ、ざっと言うと4本分ですよ、で4本分4回、缶コーヒーを買ってしまうと1ケース分を生産しなきゃいけないというように、農業生産っていう部分とこの経費という部分はですね、非常にその農家さん経営者の感覚によるものなので、非常にこれ、説明しにくいんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、デフレ社会を生き抜くためにはとにかく安く作る、そのためにはコストを下げる、コストを下げるためには無駄を省くためには無駄に気づく、まあ、こういったお話をさせていただきました。はい、じゃあ次回はですね、じゃあこの高く売るっていう話で、じゃあ直接売る方法という話、全く話が異なります、まあ、そういった話をですね、やろうと思っていますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。はい、じゃあこれでですね、終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もし動画を気に入っていただきましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。この他にもですね、稼げる農業に役立つヒントを農ビジセミナーやメルマガの方で配信させていただいております。こちらの方もですね、ぜひご覧いただけるとありがたいです。詳しくはこちら農ビジで検索していただきたいと思います。それではまた。